イク城は、富山県氷見市半久保にあった、日本の城。イーク城、イク村、山城、これ久保城とも言う。富山城角カードナンバー36。仏星寺川を見下ろす細長い尾根城にある山城。飛行差は、約60メートル。四角の周りには、厚みのある土塁。南東部には、倉台が設置され、南北には、大きな掘り切りが見られる。 四角の東には、尾根の先端に向かってもう一つの角があるが、両者の間は大きな掘り切りによって区切られている。四角の北西に一段下ると小規模ながらも、マっすぐたがあり、四角とこことの区切りにはまたも小規模ながら掘り切りが使われている。尾根の地形を利用しつつ、効果的に掘り切りを設置することで防御力の強化を狙った、築城者の意図が感じ取れる。 富山県氷見市南部を支配していた鹿野氏の居城。古市中国安骨山城、越中国総領取でも、鹿野氏の持ち場だったと言われており、以前は、倉骨山城が、鹿野氏の居城であったとされていたが、近年では、その立地から、イ母城が居城であり安骨山城は、その詰城だったのではないかと考えられている。もしくは当初は、山間部の倉骨山城に寄っていたが、 勢力を強めて徐々に平野へと進出した過程で、育母城が築かれ、これを拠点としたとも考えられよう。また、戦国時代の一時期には、古市中国池田城城主、三好市主が寄っていたというが、正確な時期は不明。鹿野氏は、もともとは、加賀国の在地領主であった。鎌倉時代には、加賀国大正寺城を築いて、これに寄っており、 中仙台の乱では、宮方として活躍している。その後は、加賀国守護東氏の家臣であったが、長京2年に発生した、加賀一向一揆によって、当主の戸賀市正近が敗死。加賀国の支配権は、東氏から一向一揆勢力へと移行した。加賀氏はこの難を避けて、古市中国秘密へと落ち延びて定住したという。育母城の正確な築城年代は不明だが、 これ以降であろう。鹿野氏は、越中国守護大神保氏の配下であったようだが、その動向を伺うべき資料は少なく、不明な点が多い。A6 年間には、鹿の中司進む吉政の名が見える。吉政は、富山城主神保朝食に人質を差し出して、侵入していたことが知られる。永6四年には、一族の千久氏が、育母城の近くにある三久寺に対して、 治療を寄進し、租税を免除している。また、上杉謙信や笹成政に仕えていることから、神保氏の中でも越中国主山城主神母氏中縛り系統の家臣団に組み込まれていたようである。狩りの右京入道道州は、神保家没落後上杉家に侵入し、この家の衆士は、上杉影勝に仕え徴用されている。天正13年8月に、 豊臣秀吉が越中へと攻め込んでなりまさが降伏した後、彼氏は没落して、幾ク城を離れたという。そのご飯久保城の名が、資料から見えなくなり、また、前田氏が領することでその戦略的利用価値を失ったと考えられることから、さほど時を置かずして廃城になったと思われる。地元のボランティアや、 近隣の児童らによって遊歩道が整備されたり各所に案内板が設置されたりしており非常に手が行き届いている。定石の保存状態も良好である。と山城殻カードが完成しました。都並市公式 HP ハットと山城殻カード一覧都並市公式 HP 天正12年頃に笹成政によって回収された可能性がある。 イクボの氷炭石氷見市公式 HP。ありがとうございます。